今日は車の天井に太陽光パネルを自分で取り付けてみました。意外と自分でできちゃうんだなって思ったので、その紹介です。太陽光パネルは南米のアマゾンっていうところで購入しました。屋根に取り付けたかったので、こう薄いぐにゃっと曲げても大丈夫なタイプです。自分の場合車が黒いので、縁まで黒いベゼルがないタイプを選びました。ちょっと外でどれくらい発電できるか試してみます。平置きだとだいたい40〜50W、太陽光線と平行にすると 70W くらいは出てます。結構な発電量ですね。それでは早速、まずは洗車して周りのホコリを取り払っておきます。太陽光パネルは後ろを強力な粘着テープで取り付けることにしました。配置がわからないので、あらかじめ同じ大きさの段ボールを切って上に仮置きしてみます。これでだいたいセンターに置けたかな。裏面をシリコンオフで脱脂しておきます。ソーラーパネル側は少し強力にくっついてほしいので、 3M の強力粘着テープを使いました。ぐるっと一周回したのと、周辺にハトメがついていたので、そこを鍵の字型にして水が入ってこないようにしています。さらにこの上からクロコダイルグリップという透明な粘着テープを貼り付けて二重構造にしてあります。テープを貼っていないところは厚みに段差があるとベコベコしてしまうので、アルミシートを貼って断熱も兼ねて施工しています。それではいよいよ仮置きの段ボールを外して慎重に貼り付けていきます。おお、めちゃくちゃ緊張した。上から軽く押さえてしっかり固定されるのを待ちます。このままでもいいんですけれども、周りから水やホコリが浸食して粘着剤が劣化してしまうのを防ぐためにシリコンコーキングをしてみようと思います。コーキングは住宅建材のシリコンコーキングを使います。変性シリコンを使ったので、上から塗装したりとかすることもできます。1本だいたい700円から800円くらいで買えるので、結構コスパはいいんじゃないかなって思います。そう、くっつけたくないところにあらかじめマスキングをしておいて、隙間に一気にやっていきます。うわ、これが結構難しかった。2日くらいですかね、乾かしてしっかり固まったと思ったらマスキングを剥がしていきます。しっかり乾いていないとコーキング剤がべちゃべちゃにくっついてくるので、ここ注意です。そしたらコードを止めていきます。ちなみに太陽光パネルからのコードは流す電流の量に応じて太さを決めておきます。側面から車体の中に引き込むルートを確保してしっかりと固定しておきます。このルート確保がなかなか難しい。で、うまくできた状態がこんな感じ。うちのは天井が可動式になっているので、うまく閉じるかが課題でした。はい、完成。引っかかりもなくしっかり上がっています。さあ、そして発電状況は、おー、しっかり発電できてる、大成功。